プロ野球ファンの皆さん、2024年6月1日、ベルーナドームで行われたセ・パ交流戦。西武対巨人戦をご覧になりましたか？この試合は、両チームのファンにとって息を呑むような展開となりました。特に注目されたのは、巨人が迎えた絶好の先制チャンス。巨人ファンにとっては、手に汗握る瞬間が何度も訪れましたが、その期待が裏切られることとなりました。このビデオで、この試合の詳細を振り返り、巨人がいかにして先制の機会を逃したのかを分析します。ルーキーまたぎ鉄平投手の活躍とともに、試合の流れを追っていきましょう。この日の試合は、両チームにとって重要な一戦でした。巨人は、セリーグでの上位進出を狙う中での1勝が求められており、西武もパリーグでの順位を上げるためには、この試合を落とせません。両チームのファンは、熱い応援を送り、選手たちにエネルギーを注いでいました。試合開始直後から、両チームの投手陣は堅実なピッチングを見せました。巨人の先発、ルーキーのマタギ鉄平投手は、その若さにもかかわらず冷静な投球を展開。一方、西武の渡辺勇太郎投手も、巨人打線を封じ込める見事な投球を見せました。試合が動いたのは5回表でした。無得点のまま迎えたこの回、巨人にとって絶好の先制チャンスが訪れました。先頭打者の4番、岡本和真選手がヒットで出塁し、続く大城卓三選手も連打で続きました。これでノーアウト1、2塁の状況が作り出され、試合の流れが一気に巨人に傾くかと思われました。泉口とも、選手が見事な犠打を決め、1アウトに3塁という絶好の先制機を迎えます。スタンドの巨人ファンは、この瞬間を待ちわびていました。しかし、ここで試合の流れが一転します。今季初スタメンのウレーニャ選手が打席に立ちました。期待が高まる中、2ボール2ストライクからの5球目、アウトコースいっぱいの152キロのストレートに見逃し三振を喫しました。この場面での三振は、試合の流れを変える重要な瞬間でした。続く打者、小林誠司選手はライトフライに倒れ、巨人は絶好の先制チャンスを逃してしまいました。これには、スタンドのファンからもため息が漏れました。一方、巨人の先発、ルーキーのマタギ鉄平投手は、その後も冷静に投げ続けました。5回まで無失点投球を続け、相手打線を封じ込める見事なピッチングを見せました。新人ながらも、その落ち着いた投球姿勢は、今後の巨人を背負う存在としての期待を抱かせました。試合は結局、両チーム無得点のまま進行し、緊迫した展開が続きました。巨人が迎えた5回の絶好機を逃したことが、試合の流れを大きく左右しました。ウレーニャ選手と小林誠司選手の凡退は、ファンにとっても悔しい瞬間でありましたが、それでもルーキーまたぎ鉄平投手の奮闘は、今後の試合への大きな希望となりました。この試合を振り返ることで、巨人がいかにして先制の機会を逃したのかを再確認し、今後の課題を見つけることができました。プロ野球の試合は、常にドラマチックな展開が待っており、ファンにとっては一瞬たりとも見逃せない瞬間が続きます。次回の試合に向けて、巨人がどのような戦略を取るのか、またルーキーまたぎ鉄平投手がどのような活躍を見せるのか、引き続き注目していきましょう。